ロバート・ジョン・ザ・ストリズニーは、カナダ連邦、アルバータ州エドモントン出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のマイアミ・マーリンズ参加所属。愛称は、名前を短縮したロブ・ゼット、または、大学時代に毎週金曜日に先発したことが、由来のフライデー。カナダのアルバータ州エドモントンに生まれ、1歳の時に、アメリカ合衆国のテキサス州、コーパス・クリスティへ移り、 アメリカの国籍を取得すると同時に、ホームスクーリングで教育を受ける。2013年の MLB ドラフト2巡目で、シカゴカブスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ボイシホークスで、プロデビュー。A 級、ケーンカウンティ・クーガーズでもプレイし、2球団合計で11試合に登板して1勝0。はい、防御率2.25、22奪三振を記録した。 2014年は A 級デートナカブスでプレーし、23試合に先発登板して4勝6敗、防御率4.66、110奪三振を記録した。2015年はルーキー級アリゾナリーグカブスと AA 級テネシースモーキーズでプレーし、2球団合計で15試合に先発登板して2勝5敗、防御率5.98、52奪三振を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2016年は AA テネシーで開幕を迎え、トリプル a 級アイオワカブスを経て8月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは8試合に登板して1勝0敗、防御率1.13、17奪三振を記録した。 2018年9月1日にディフェとなり3日にマイナー契約となった。2019年3月26日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。この年は参加の A 級タルサドリラーズとトリプル A 級オクラホマ式ドジャースでプレイし2球団合計で23試合に登板して4勝8敗、防御率5.58、104奪三振を記録した。 レギュラーシーズン終了後には 2019WBSC プレミア12のカナダ代表に選出された。オフの11月4日に FA となった。2019年11月18日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年9月18日に自由契約となった。 2021年3月26日に、独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約したが、公式戦に登板することはなく、5月4日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、トリプル A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプに配属された。皇帝に投げ分けて、空振りを誘ったり、左右に揺さぶって、バットを出させたりするのがうまいノーハーサウスポー。フォーシームの休息は、 時速 140km 台中頃で見劣りするが、重い救出で見た目より、ずっと威力がある。ありがとうございます。